女の子に対しての質問とかしてあげれば女の子も喜ぶし、男の子ももう普通のことでいいんで、なんか話しやすいかなって。でもなんか本当普通のことで全然、なんか趣味とか休日何してんの、バイト何してんのとか、なんか誰にでも共通して話せることだったら当たり障りなく返せるし、いいかなって思います。お金かからないとこでも普通に楽しんでくれるとか、そういうのが嬉しいです。コンビニでちょっと買って公園で喋るとか、土手で喋るとか、なんかお店入らなくても楽しんでくれると嬉しいなって思います。なんか単純に自分の話だけじゃなくて、こちら側の話もいっぱい質問して聞いてくれると嬉しいなって思います。話の内容は全然雑談でいいので、いっぱい興味持ってくれると嬉しいです。車道に近づいちゃった時に無言でこうギュッてこう近くに寄せられた時に結構嬉しいなって思います。やられた時すごい恥ずかしくなっちゃって何も言えなかったんですけど、割と翌日まで覚えてて、こうずっと頭にぐるぐるしてて、あ、かっこよかったななんて思ったりします。いや、イケメンだけですね。大体全部イケメンだったら、まあ、いるだけで嬉しいみたいな部分あるんで。そうですね、言葉遣いを乱暴な言葉遣いじゃなくて丁寧で女の子に合わせてくれる言葉遣いだと嬉しいです。例えば頑張りすぎてないとか、そういうのとかだと嬉しいですね。階段を先に2段ぐらい登って手出して待ってくれる時が嬉しいですね。イケメンじゃなくても嬉しいと思いますよ。荷物持ってくれるとか、お財布とか入ってるやつ以外は持ってくれたら嬉しい。